これはこっちで言うやつ。フォレストフォレスト里山里海へ行こう、里山里海 with 勇気の翼2014収穫祭、ラムサール条約登録湿地を大研究、八つ干潟の生き物あれこれクイズ、イエーイ、どうもー、こんにちは、こんにちは、こんにちは、はしゃいでますね。やってまいりました、はい、本日のこのコーナーの司会、私爽やか五郎です。いやバレンばかりの声援ありがとう。鈴木啓太です、よろしくお願いいたします。やってまいりましたよ、はい、生き物あれこれクイズでございます。そうでございます。これは何ですか。はい、このステージではみんなと干潟についてクイズ形式で学んでいきたいと思っております。ということで回答者を紹介しましょう、はい、回答者スマイレージー、どうもー、イエーイ、お願いします。イエーイ、いやいやいや、スマイレージのみんなよろしくね、お願いします。スマイレージはやっぱ頭がいいから全問正解できちゃうんじゃないかな。当たり前や、当たり前や、当たり前、そうだよ。聞いたぞ、なんでそんなコントショーなんですか。楽しみだ。さあ、そしてレポーターはビタースイート長崎県出身田崎浅井です。イエーイ、イエーイ。新潟県出身の長谷川萌実です、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いろいろクイズを作ってきてくれたんですよね、はい、そうですね、私たちは干潟を知るため習志野市にある八つ干潟に行ってクイズを作ってきました。はい、いろいろ結構難しい問題もはいありますんで、あるんでね、はい、さあスマイレージャー答えられるかということなんですけど、はい、まあ、僕たちだけでは解説とかできませんので、はい、解説してくれる人をご紹介しましょう、はい、八つ干潟自然観察センターレンジャーの永井祐樹さんです、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。永井さん、あ、はい、俺不審者がさ楽屋に一人いるなと思った。そんなわけはない、ちゃんとしてる人だったんですね、はい、すいません永井さん、僕らの同級生ですから永井さんは、永井さんお願いします。よろしくです、そうなんですか。そうです、57年です、はい、同世代ってことね。そうなんです。え、57歳じゃないよ。昭和57年。57歳だったらびっくり人間だよ。びっくりですよ。さあ、ということでビタースイートの2人は八つ干潟に行ってきたみたいなんですけど、はい、どんなとこなんですか。八つ干潟は東京湾の真ん中にある干潟で、アジアやオセアニアを渡る鳥たち、そして八つ干潟に住む生物だったり、東京湾近辺に住む海生生物、海洋生物にもとっても大切な場所になっています、うん、で干潟としては関東で唯一ラムサール条約登録湿地なんです。ラムサール条約って何ですか。大事な条約です。大事な条約。ちょっと朝日ちゃん、まあね、分かってんの。もうじゃあ永井さんに聞くよ。そうしよう、そうしよう、お願いします。はい、ラムサール条約、うん、そう、実はですね、はい、ハロプロの新しいグループ名というわけではございません。永井さん勇気あるね。はい、勇気を買うよ。ありがとうございます。第1回目の会議がですね、うん、イランのラムサール地方で行われたのでこの名前が付けられているんですね、うん、で正式名称を言いますと、うん、特に水鳥の生息地として、うん、国際的に重要な湿地に関する条約、うん、とても長い条約名です、うん、はい、そうなんだ、まあ、国際条約ですね、うん、で八つ干潟っていうのは干潟として国内でも初めて登録された場所なんですよ。そうなんですか。はい、八つ干潟です。ああ、うん、そういうこと、八つ干潟っていうその登録されてるっていうのがこの近くにあるっていう、あるということです、ね、そこのレンジャーさんってことです、ね、そこのレンジャーです。わかりました。ちょっとまだわかんないでしょ、干潟とか。わかりました。わかった、八つ干潟のこと。わかんないです。わかんないでしょ。これからクイズ形式で出していきますので、皆さんちゃんと答えてくださいね。なんか手を挙げてる。何、それは誰でも見に行けますか。はい、誰でも見に行きます。八つ干潟っていうのは都心部に残された干潟ですので、交通の便もものすごくいい。そうですか。で、干潟一周遊歩道が整備されているので誰でも来れる。はい、おー、で、そのすぐ、干潟のすぐそばには、うん、私たちがいる観察センターというのがありますので、はい、初めて来た方でも楽しめる。おー、いいですね。和田さん、永井さんいじり始めてませんか。やめてください。
わかりました。ということで、はい、早速ルール説明をしましょう、はい、今から3問八ツ干潟に関する問題が出ます、はい、クイズはスマイレージ全員で1つ答えを出してもらいます、はい、1問でも正解したらなんと美味しいプレゼントがございます。イエーイ。何八ツにちなんだ和菓子を取り揃えている赤根屋さんの美味しいこちらどら焼き。食べたい。そして里海の幸行徳三番瀬で採れた海苔をプレゼントいたします。食べたい。頑張ってね、答えられ、1問でも正解したらもらえるから楽しいですね。いいですね。1問答えられなかったら2人、そして2問答えられなかったら4人、3問すべて不正解なら6人全員に罰ゲームをしてもらおうと思います。やだ。じゃあ、メイたちが、3問正解だったらその全員分の、罰ゲームを全部ジョジョ軍団さんが、やる、やってください。いや、それは僕たちは男としてジョジョ軍団3人で罰ゲームを受けますよ。よろしくお願いしますよ。2個ずつ、2個ずつ。それはいいけどね、本当に罰ゲーム受けてもらうからね。やだ。やなの？やだ。たけちゃん、じゃあ可愛くやだって言ってごらんよ、じゃあ一回。それが可愛かったら許すよ。可愛かったら許すよ。やだ。さあ、罰ゲームもう受けてもらいましょう。やだ。まだクイズありますから。はい。さあ、それではクイズに行きたいんですが、その前に、干潟って何か分かりますか？分からない。田村さん分かりますか？干潟。干潟？うん。でもなんか私あれなんですよ、中学校2年生ぐらいまでレンジャーになりたかったんですよ、うん、だから干潟は分かります。あ、分かるの？教えて。分かるけどちょっと言わないようにします。なんでよ、なんでよ。出し惜しみ。じゃあ誰か、じゃあリナプね、干潟ってわかる？歯型。ダジャレじゃないよ。いいよいいよ、そういうのでいいよ。ちなみに干潟って何ですか、長井さん？簡単に言いますと、干潟は海の一部です、うん、はい。まあ、海にはですね、1日2回海水が多かったり少なかったりするんですけども、干潟っていうのは海水が少ない時に海の底の泥の部分とか砂の部分が出るぐらい潮が引く、あれですね、潮干狩りができるような場所ってことですね。そうです、その通りです。ちょっと永井さんをからかってませんか？からかってないですよ。干潟ってもうほとんどないんですよ、東京湾では。で、私たちが立っているここも、もともとは干潟だったんです。ここ、で、八ツ干潟はですね、たくさんの人たちは保全運動とか保護活動があって残された場所でもあるということです。分かりましたか？はい、分かりましたかね。さあ、ということでここまで分かった上で、まずは最初の VTR をご用意しました。さあ、VTR 行きましょうか。はい、VTR どうぞ。今回、私たちが訪れた千葉県習志野市にある八ツ干潟自然観察センターは、八ツ干潟に飛来する鳥たちを中心とした生物の観察・学習ができる施設です。私の田崎の地元には日本最大の干潟有明海があるので、干潟には興味津々です。八ツ干潟観察センターをレンジャーの永井さんに案内していただくことになりました。干潟にはですね、海水がたくさんある満潮の時間帯と、はい、逆に海水が全然ない干潮の時間帯があります。干潟というのは、はい、海水が一番少ない時間帯に、はい、海の底の泥の部分だとか、はい、砂の部分が出てくるような場所のことを言います。はい、で、干潟にはですね、たくさんの生き物が住んでいまして、はい、その生き物をご飯とするような渡り鳥がたくさんやってくるんですね。白くて大
鳥がいる。足が長い。何をしていますか。なんか自分の体をきれいにしてる。きれいにしてる。素晴らしいですね。はい、こちらにはまた別の鳥がありますね。はい、あ、羽がちょっと黒くて、うん、ちょっと大きめな鳥がいますね。毛づくろいやってますね。そう、毛づくろいしてますよね。はい、で、今お二人に見てもらった鳥、はい、まず白い方はこちらです。これがマリちゃんが見た。そうです、大サギというサギの仲間。はい、で、もう一種類はこちらです。あ、私が見ました。はい、足がとても長いセイタカシギという鳥ですね。セイタカシギ、はい、渡り鳥って聞いたことありますか。聞いたことはあります。聞いたことは、はい、はい、1年間を通してですね、およそ110種類の渡り鳥がやってきます。まあ、ここにね、ちょっと紹介しているのもいますね。はい、北のシベリアとかアラスカからやってくるのもいますし、南の東南アジアとかオーストラリアからやってくるのもいます。はい、というところからですね、八ツ干潟はそういう長い距離を旅する鳥たち の、はい、あの中継地、まあ、パーキングエリアという役割もありますし、はい、冬を過ごす越冬地という役割もある。はい、で、種類によってはこの辺りで子育てをしますので、はい、子育てをする鳥たちの繁殖地という役割を持っています。すごく大切なところなんですね。大切なところなんですね。で、あの、今ご覧になっていただいたと思いますけども、はい、八ツ干潟にやってきてご飯を食べたり、はい、次の旅の、ね、エネルギーを蓄えたり、羽づくろいをして、うんうん、体調を整えたり、休憩をしたりしているということになります。はい、はい、ありがとうございました。ということで、八ツ干潟にね、はい、行ってみてどうでした。はい、ビタスイのお二人は。なんか、うん、もう時間が止まってるような、すごい居心地のいい自然でした。あ、綺麗でした、やっぱり。はい、あ、なるほど。スマイレージ、何か今見て質問。お、和田ちゃん、何、鳥は何種類いますか。何種類くらい。今映像にも言ってましたけども、はい、あ、言ってました、ごめんなさい。1年間を通して110種類。110、すごい、110の、うん、はい、はい、その鳥を襲ってくる鳥はいないんですか。なんかタカとか。あ、今の季節たくさんやってきますね。あの、大鷹とかハヤブサとか、そういう鷹の仲間がやってきます。で、昨日もですね、実はカモを捕まえて食べている鷹が桜井です。わー、怖い、怖い。結構頻繁にあるんですか、そういうのは。頻繁にありますね。あ、そうなんですか。はい、じゃあ結構守るのが難しいというか。でも、まあ、あの、鷹が食べるのも、あの、食物連鎖の一つですから。そうですよね。はい、それはしょうがないことですね。さあ、それではクイズいきましょうか。はい、クイズです。はい、こちら、どうぞ。それではここで問題です。ここ八ツ干潟にいるダイサギですが、繁殖期になると足、根元、そしてもう一つある部分に変化が現れます。さて、一体どんな変化が現れるでしょうか。という問題でございます。さあ、はい、ダイサギが繁殖期になると足、根元、そしてもう一つある部分に変化が現れますと、一体どうなるんでしょうかと。ね、さあ、これをスマイレージみんなで今から考えてもらいたいと思います。シンキングタイムスタート。何、何、終了。さあ、早い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 、どこがどうなる。そう、どこがどうなるかね、うん、どこがどうなるか。ピンクになるとかさ。福田さん、ケツ向けてますね、客席に。マジ会議ですね。いいですよ。さあ、ビタスイはこれ答え聞いた時はどう思いました。なんか意外なところだったね。意外なところ、ほら、こっちでヒントが出てますよ。はい、意外、全然意外なとこ。意外なところ、意外なところですね。繁殖期、足、目元、そして繁殖期って、もみちゃん、これ何のこと、繁殖期って。結婚したいとき、あの、そういうこと、クジャクがこうなるみたいなやつですか。まあ、それとはまた違うんですけどね。イメージをすることに、子育てをする時期です。ヒントあります。ヒント欲しい。ヒントはまず意外なところです。うん、じゃあ、はい、初めの文字は、初めの文字は、言ってはないです。言わない。なんですかね、ヒントはですね、みんなも持ってますね。はい、ね、持ってます、持ってます。
みんなも持ってます。え、持ってない人います？持ってない人はいません。さあ、ということで時間が来ました。はい、行きましょう。さあ、じゃあ意見まとめてくださいね。 OK。 ちょっとまだ待ってください。はい、ダメですよ。もう時間が、そうですよ、来てしまいました。シンキングタイム。このクイズって何を答えればいいんですか、和田さん。これですよ、これですよ。なんか変化、どこがどうなるか。どこがどうなるか。そう、あ、もう一つのある部分が。さあ、答えをまとめてください。え、どうする？行きましょう。じゃあもうこれはリーダー和田さんに答えてもらいましょう。はい、お願いします。それでは行きます。和田さん、一体変わるとこはどこでしょうか。答えをどうぞ。あの毛が、うん、羽が羽っていうか毛、羽持ってないやん。え、じゃあ髪の毛髪の毛が毛、うん、でも毛も持ってない人いるの。それもともと持ってない。俺そんなこと言わないよ。はい、毛がどうなる。毛が変わる。毛の色が変わる。毛の色が変わる。おお、さあ正解はどうなんでしょう。正解はこちら。何？え、問題、これ問題ですね。問題ですね。違うかな。答えは？答えは？じゃじゃん。出ますか？じゃじゃん。ああ、切れた。なし？なし？黒くなるとか。黒くなるのかな。毛の色が黒くなる。画面が黒くなるな。画面みんな持ってないですから。さあ、口で言いましょう。中ちゃん、正解は？はい、正解はですね、くちばしの色が変わります。それが。え、くちばし？だってないよ。ないじゃないですか。それすっごい、くちばしすぎる。だから口、このね、唇。私たち唇ですよ、もう。はい、出ました。くちばしの色が変わるというのが正解でした。これ言ったのに、でも、色が変わるっていうのが合ってるじゃないですか。色までは合ってましたが、くちばしは出なかったので、1問目、不正解です。ヒント聞かなきゃよかった、ヒント。罰ゲームが2人確定いたしました。はい、やだやだやだ、無理無理。これなぜ色が変わるんですか、中井さん。あの、子育てのシーズンを迎えるとですね、あの、うん、くちばしの色が、まあ、黄色から黒に変わるんですけども。黒、そう、黒に変わります。はい、はい、あの、自分が子育てできるんだぞっていうのは相手にアピールするため。アピールしてるわけですか。そうです。はい、その他にはあの目元が変わったり足の色が変わったりしますね。はあ、そうやって見ると面白いですね。そうですね。はい、さあ、じゃあ続いての VTR いきますか。はい、はい、はい、続いてはカニさんについてです。どうぞ。干潟にはですね、まあ、水鳥がたくさんやってくるわけなんですけども、その餌となるような生き物が数多くいるからこそやってくるんです。はい、で、こちらにその干潟に住む水生生物たちをご用意しました。はい、で、八津干潟にはですね、カニの仲間、貝の仲間、魚の仲間、魚の仲間、数多くいるんですね。で、八津干潟はこれまであのカニだけでも20種類以上数は確認されていますし、もちろんその食用となる貝の仲間も取れたりする。はい、で、こちら、これ黒弁慶ガニというカニですね。で、このカニは、あの、干潟の中というか、干潟の周りの陸地部分が好きなカニなんですね。で、干潟の生き物と一言で言っても、全てが全て干潟の中にいるというわけではなくて、周りの環境も利用しながら、生き物たちは生活している。はい、持ってみますか。あ、落ち着いた。落ち着いた。あ、痛い結構舐められてる。やられた。やられました。痛かったです、めっちゃ。すごい痛かったです。それは足ですね。足すごい、内臓が見える。これだけ見てください。人間と同じ赤いチームが。よく本当だ。顔ですか、これ。これ、そうだね、こっちも買ってる。すごい。意外に平気ですね。はい、ありがとうございました。はい、全然平気だったら、あのニョロニョロみたいな。ニョロニョロは平気ですね。あ、そう。はい、あれ何なんですか、永井さん。これはゴカイというミミズの仲間です。ほう。あの、釣りとかにも使えますよね、餌としてね。あ、餌になるんですね。はい、釣りの。あ、なるほど、わかりました。さあ、それではクイズに行きましょうか。はい、はい、はい、クイズの VTR、じゃあ皆さんいいですか。クイズの VTR どうぞ。それでは問題です。ここ八津干潟にたくさん住んでいるカニですが、そのカニのオスとメスは体のある部分が大きく違います。
さて、その部分とはどこでしょうか。あ、これは簡単な問題ですね、うん、さあ、ということでシンキングタイムスタート。わかんない。さあ、カニのオスとメス、はい、ある部分が違うと。これは、うん、どうですか。僕ちょっと答えまだ知らないんですけど、はい、簡単。簡単です。なんか簡単よく、うん、でこうアニメとかでも出てくるような、うん、こうアニメで放送していい、イメージに強いところですね。ああ放送していいところですよね。放送していいところですよ。放送していいところです。大丈夫です。大丈夫ですよね、はい、それはね、そんな問題出さないですよ。だカニのオスとメスの大きく違うとこ、はい、わかんない。わかりますかね、皆さん。難しいな。さあ、ということでシンキング長め、残り5秒。え4、3、2、1、終了。さあ、ということで意見をまとまりましたか。はい、じゃあリーダー言ってもらえる。手の数。手の数。あれ、え、男子が何本ですか。オスは男子は、男子あ、やっぱり変えます、変えます、やっぱり変えます。角、角、角の数。角があるかないか。角があるかないか。そう、うん、分かりました。男子が角がある。うん、多分女子があるんじゃない。角っていうか、目が飛び出てるとか飛び出てないとか。目、うん、そっちか。あ、じゃあ角にしよう。 角角ね、角があるか。分かりました、はいはい、うんうん、さあ、それでは正解の VTR あるの。はい、はい、それでは正解の VTR いきましょう。どうぞ。それでは問題です。ここまた問題になっちゃって。それでは答えです。はい、メスのお腹、こっちがお腹。え、お腹。メスのお腹は丸いものをして丸くなってるんですね。え、でもオスの方は三角形になってる。本当だ。おー、本当だ。これがオスですね、違います。へー、なぜメスが丸くなってるか分かりますか。卵を持つため。その通りです。そうなんです、卵をたくさん抱えるため、まあ、お腹に抱えますので、はい、この丸くなっているところの中に実は卵を抱えるんですね、はい、ですからこの中の、この中です。ペロッとめくれてくるんですね。で、卵はどん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 大きくなって。あ、そうなんですか。そう、卵を抱えるので丸い形になる。ということで正解はお腹の形が違うでした。難しいよ。難しいですよ。知らないもん。でもうちのカニはオスがあの角なくて、メスは角ありました。何言ってんだ福田。ということで、はい、スマイレージは4人が罰ゲームでございます。無理無理無理、やめよ。もう終わりだ。もうやめよ。やめないよ、ここまで。さあ、ラスト1問ありますよ、はい、そうですね。続いては VTR だけではなくて、はい、もうクイズも一緒に出してしまいます。さあ、それでいきましょう。最後の VTR、うん、どうぞ。それでは問題です。ここ八ツ干潟に生息している二枚貝は私たちにとってとても大切な役割を担っています。さて、その二枚貝の大切な役割とは何でしょうか。え、むず。え、終わり。ヒント。ヒント。なんヒント。萌ちゃん、あるヒント。あーね、なんだろう。でも、あー、なんかな、うん、これがないと、うん、あ、これがあったら、うん、あ、ダメだ、これ答えだ。もうもう、あー、うん、永井さん、ヒントください。ヒント、はい、ヒント、はい、ヒント、はい、そうですね、ストロー。難しい。ストロー。ストロー。ストロー。え、ストロー。ストロー。ストロー。空気。そう、ストローが何ですか。あ、酸素じゃない。何が。似たった。え、空気系。似たった。息が吸えない。残り5秒です。どうでしょう。何何何。あ、これがあることに。ストローがないとダメってこと。4、何、3、もう言っていいよ。2、目言っていいよ。1、終了。さあ、それでは答えまとまりましたか。たけちゃん、まとまった。まとまったってメイが言ってた。わかりました。じゃあ田村さん、答えをどうぞ。はい、これがないと呼吸ができない。さあ、どうなのでしょうか。正解 VTR をどうぞ、はい、それでは答えです。はい、干潟にいる二枚貝はですね、はい、なんと、うん、
海水をきれいにしてくれる働きを持っています。なんか全然違った。どうやってきれいにしても海水をですね、体の中に入れて、体の中の海水の中の、え、なんでストローなのこれ、ヒント、なんでストローなんですか。で、残ったきれいな海水をまたピューって吐き出すわけです。じゃあもうろ過して、体でろ過してくれる。そう、あ、そうか。へー、そうなの。で、干潟にはね、こういう水質をきれいにしてくれる生き物もいますし、はい、そのか砂自体をきれいにしてくれる生き物も、そう、干潟の生き物自体が環境自体をきれいにしてくれる働きを持っている、ね、そう、私たち その生活排水っていうのは東京湾の方に結局流れてます、はい、浄化する状態でね、はい、で、その私たちの生活排水の中に含まれる窒素とかにっていうのを干潟の生き物が実はきれいにしてくれてるんです。うーん、はい、こういう生き物がなかったらもうひどい、そうですか、かもしれないですね。へー、生き物大切ですね。さあ、ということで正解は、むず、海水をきれいにする動きがあるということです。酸素、残念です。え、問題が大雑把すぎます。ストロー、ストローってなんでですか、ね、そうそう、飲み物ストロー、水だから、飲み物を飲むときに使うでしょ。あーね、飲み物を飲むときに、はい、難しい、難しい、難しい。永井さんへの講義は公式ホームページで永井さんに向けてあるんですね。ありますから、はい、そうなんです。いやいや、ということでまずは、はい、全問不正解ということ で、ね、やだやだ、スマイレージは6人全員罰ゲーム。イエーイっておかしい。これは朝日ちゃん勉強が足りないね、スマイレージね。ええねえ、だ全問不正解ですからね、これは。もうちょっと当たると思ったよね、うん、あ、でも私もここに行かなかったら分からなかった問題なんで、うん、すごく勉強になりました。おー、優等生、優等生、さすが優等生。じゃあ罰ゲームを、どんなものか見せてもらっていいですか。本当嫌なんだけど、解雇じゃなければいい、本当に嫌な。さあ、罰ゲームです。恐怖、恐怖、ね、無理、無理、本当ダメ、無理、もうあれなんです、無理。もうなんか無理。え、前回だって解雇4日間ぐらい口の中で、いや、でも最近でも思い出すとご飯食べれなくなったりしますもん。本当にリアクション芸人じゃないんですよ、私。いや、でも本当に今回のまた体に気使ったものを用意してますから。いいもの気使わなくていいですよ。いや、本当に健康なんだけど。何あれ、持ってきました。うわ、まずそう、ね、うわ、え、なんか1個だけ違くない、しかも。え、なんか1個変なのあるやん。なんで1個だけ違うの。なんで、待って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 、え、ほんとそのまま来たらアイアなんだけど。今回の罰ゲームは健康特製青汁ジュースでございます。くさい、くさい、くさいよ。え、それ、はい、これ何が入ってるんですか。今回はですね、こっちやばい、青汁をこれやばい、お酢で割っております。あやちゃんの、あやちゃんのやばい、あやちゃんのやばい。あやのは、え、あやの何ですかこれ。和田さんのはあれは何ですか。和田さんだけ色が違うのは、うん、ああ、あれだ、めっちゃお酢の匂いがする。お酒、カプサイシン汁。一人だけちょっと、あの5人分しか、さすがに全問不正解はないと思ってて。嘘でしょ。はい、4しか用意してなかったところ5しか。そうなんだ、はい、それでは飲んでいただきましょう。無理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 、いきますよ、出てくる出てくる、無理無理、リバース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 、やばいやばい、せーの、いただきます、いただきます。さあ、いけ、一気にいったほうがいいよ、タイガ、一気にいって、一気にいったほうがいいよ、タイガ誕生日だろ、起動。いや、逃げた、逃げたぞ、一人一人行った、いいぞ、飲んだらすぐ逃げていいよ、飲んだ飲んだ、タイガ、あ、逃げた逃げた逃げた、あの、辛すぎて飲めないです。あれ、中西さん、中西さん、めちゃ辛い、現行犯逮捕しますよ。いやいや、飲みましたよ、全然 G メンですから、僕は。ちゃんと、中西さん間違えたんですけど、飲んでください、ちゃんと。なんで中西さんに渡すの。なんでな…え、これありえ…やだ、これ本当やばいよ。飲んでください。ダメです、バッグ飲んでください。本当にバッグですよ。ちょっと聞いてください。さ、3日間ここにフル参戦してて、なんで嫌な思い最後にするんですか。いつもそうなんです。俺らも3日間だよ、一緒だよ。これ辛い。いやいやいや、そんな片言で言われてもさ。え、これめっちゃ辛い。それもう一気に行かなきゃダメ。鼻つまねてあげようか。水持ってきな、水、鼻鼻で、これ水水水。え、辛くて飲めない。飲んでよ、飲んでよ。これ本当になんかもう爽やかさに。わかったわかった、ビタ水が飲むよ、ビタ水が。いい、朝日ちゃんがもうごめんね、
朝日ちゃんが飲むよな。本当ですか。うん、くそ勉強してきたのに。じゃあいいですか。で大丈夫、いただきます。うわーあらすごい。え、なんで。どうどう、喉が痛い。声が出ない。ありがとう、ごめんね朝日ちゃん。大丈夫、終わったスマイレージ。本当にこれやばいって。なんか今まで大丈夫じゃない。終わりました。え、握り拳の中がすごいことになってるよ。すんごい熱くなってんじゃない。え、終わりました。終わってますか、本当ですか。うん、終わってた、ちゃんと。え、無理無理、超まずい。本当にもう死にそう。でもこれ本当健康にいいんですよね、永井さん。これはよくないでしょ。そうですね、よくないでしょ。健康にはいいかもしれないけど精神的にやばい。さあ朝日ちゃんもやばい。これどうだった、大丈夫。喉が痛いです。喉が痛い。胃が痛い。胃がでも一気に飲んだからさ、さすがでございますよ、はい、ということでね、永井さんにいろいろ聞きましたけども、はい、はい、あの干潟についてみんなに最後なんかお知らせとかありますか。あ、そうですね、はい、あの八つ干潟っていうのはですね、本当あのこのすぐそばにあります、はい、うん、ですので、あのまたお時間がありましたら、あのぜひとも八つ干潟の方に遊びに来てください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで永井さんありがとうございました。ビタースイートもお二人もお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。以上ラムサール八つ干潟生き物あれこれクイズでした。さあそれでは最後にまた一つ成長したスマイレージに歌っていただきたいと思います。嘘、この歌無理。今歌えない。けるでしょ。口の中がやばいもん。逆に声出るよ。出ないよ本当に。新曲の青汁ボンバーです。青汁ボンバー。そんな歌ないし。そんな歌ありませんでしたっけ。罰ゲームどんとこいみたいななかった。まあ、なんかすごい、もうなんかうわ、胃が痛い。胃が痛い。なんかさ、胃が痛い。胃もたれしてる。爽やかさあげますよ、それ。これ飲んでください。飲んでください。めっちゃむ。今全然余裕ですよ。飲んで。余裕余裕、こんなの。じゃ飲んだらスタートしましょう。せーのせーで。あれ、あれ、あれ、あ、死んでる。何？何今の？スマイレージと上場軍団で、3日間でできた恒例のパターンです。そうだよ、彼女たち前も罰ゲームしたもん。いや、これはね、飲ましちゃダメですよ。ですよね。歌う前にね。これは飲ましちゃダメだ。本当のやつだよこれ。超辛い。何今の面白かった死んでるやつ。さあということで準備よろしいですか、スマイレージの皆さん。はい、さあ歌っていただきましょう。スマイレージで、あ、すすきのです。これ、あ、ごめんなさい。ちょっと待っててください。い本当にまずかった。鳥、口がやばい、胃が痛い。皆さんも飲んでくださいね。体にいいですからね。ちょっと飲んだ方がいいですよ。お願いします。じゃあいいですかね。じゃあそれでは聞いてください。すきの一人来たけど寂しすぎる。いい天気なのに喧嘩なんてしちゃったのかしら。絶対別れたくない。謝らなきゃ。ごめんなさい、今さら遅いよね。分かってる、でも別れたくない。喧嘩の途中だとしても口にしちゃいけない言葉。言っちゃった、言っちゃった、言っちゃった。私だがあんな顔は初めて見た。言い返す言葉もなしで言っちゃった、言っちゃった、言っちゃった。あいつどこ。私だって意地になって飛行機に飛び乗ったの。その後のこと覚えてない。あーすすきの涼しい風が胸に染みる。涙流れる。出会う人がみんな優しくて会
いつに会いたくなる。ごめんなさい。風が染みるわ。何を見てもため息。ああ、なぜあんなこと言ったの私。愛しているのに。いつもデートの喧嘩なら、そろそろ電話かなる頃。今日はなんない、今日はなんない、今日はなんない。そりゃそうね。謝るなら早い方がいいことくらい信じているわ。手が震えて何にもできない。あー続きの一人来たけど寂しすぎる。理事的なのに喧嘩なんてしちゃったのかしら。絶対別れたくない。謝らなきゃ。本当の私を見てもらおう。本当の言葉で話そう。今までの私はダメ。早くあいつに会いたい。あー続きの涼しい風が胸に染みる。涙流れる。出会う人がみんな優しくて、あいつに会いたくなる。会いに帰ろう。待っててね。愛しているから。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。